8年後、初めて首位打者を獲得。その翌年には日の丸を背負い連覇に貢献。史上2人目のセ・パ両リーグでの首位打者を獲得。自身初めての優勝も味わい、その後もヒットを量産。ヤクルトの席もグラウンドでの活躍以上に球界を代表するアップ製造機の存在は、これからを夢見る若手選手にとって何よりも大きい存在でした。内川聖一を